この番組はサントリーナイフとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 J リーグ第9節、今日は波乱の1日となっています。果たしてこの轟陸上競技場、どんなドラマが待ってるんでしょうか。ここまで5勝3敗、順位は6位というヴェルディ川崎が現在4勝4敗、順位は9位のガンバ大阪を迎える試合、解説は元日本代表フォワード尾崎和夫さん、実況担当テレビ東京斉藤和也でお送りしてまいります。尾崎さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょうど前半開始のホイッスルが鳴りました。前半はガンバのキックオフで試合が始まりました。前半右にエンドを取った白のシャツにブルーのパンツがガンバ大阪、左にエンドを取ったグリーンの上下がヴェルディ川崎です。では早速ヴェルディ川崎のスターティングメンバーからご紹介しましょう。ゴールキーパーが菊池慎吉、ディフェンダーは5人登録されています。石川、オリンピック代表の広永、林、徳良、柱谷、ミッドフィールダーはビスマルクとカイコ、フォワードは9番ドニゼッチ、藤吉、三浦、和吉、カズ、今日は3人フォワードが登録されています。リザーブのメンバー中村、三浦、安俊、そして北澤が今日はリザーブに下がっています。布部、ゴールキーパーの控えが大石です。続いてこれが今日初スタメン、初出場ということになります。今シーズン藤吉慎治、対するガンバ大阪のスターティングメンバーご紹介しましょう。ゴールキーパーが本並、ディフェンダーが近藤、宮本、実吉、平岡の4人、ミッドフィールダーが5番木山、10番スベイバ、森下、ムラデノビッチ、フォワードは山口とヒルハウスの2人、今日は磯貝が欠場です。リザーブのメンバー千葉、森岡、松並、松山、ゴールキーパーの控えが岡中、こういうメンバーです。そして今日のレフリー、今シーズン途中から主審として来日しましたメキシコのアルチュンディアさん30歳、先審は福田さん、北村さん、この3人で行われます。まずはヴェルディ最終ラインにボールを戻します。林、そして広永という若いセンターバックコンビ、今日が3試合目のコンビになります。さて尾崎さん、はい、早速ですがヴェルディとガンバ、ヴェルディも波に乗り切れていないという感じでここまで来てるんですが、どんなところを今日はポイントに考えてますか。一つは2トップから3トップにしたところですね、藤吉がセンターフォワードに入って左ウィングにカズ、はい、で右にドジゼッチですね、はい、これとあと中盤ですね、今ボール持ってる柱谷がディフェンシブハーフ、はいはい、でその前に、ビスマルクとカイコがいますね、はい、この攻撃陣、どんな攻撃を見せるかというところは楽しみですね。それにしてもメンバー、システムともに思い切ってきましたね、ネルシネ監督、攻撃的な布陣ということでしょう、はいはい、ラモス選手が映っています、ちょっと右の臀部を打撲しているということもありまして、今日はメンバーから外れました。ベンチにも入っていません。北澤も今日は外して試合に臨んだヴェルディ川崎、そのヴェルディの攻め、一旦ガンバが大きくクリアします。そして尾崎さん、ガンバの方は実は J リーグ始まってからリーグ戦、カップ戦ともに公式戦1勝もしてないんですが、そうですね、そういう意味では今日はどんなところを考えますかね。過去1勝もしてないということで、現在はこれからですからね、はい、今日のガンバかなり気合入ってますね。そうですか、それを率いるのがクロアチアから来たヨジップ・クゼ監督、去年はジークフリード・ヘルト監督のもとヘッドコーチを務めていて、今シーズンから監督に昇格しています。ヴェルディ、立ち上がり、ヴェルディがですね、はい、ホームチームらしくボールをキープして、はい、状況を探ってますね、はい、それに対してガンバがこうしっかりマンツーマンマークで抑えているというような状況です、はい、かなり前の選手に対してガンバはマンツーマンでピタッとついている感じですかね、ここまで、とにかく相手の選手をですね、はい、一人一人を警戒するというような守備を引いてますね、はい、中盤でビスマルクがボールをキープ、一旦下げます石川、さらにオリンピック最終予選フル出場して戻ってきた広永、林とつなぎます。左サイドは徳良、この辺のボール回しがですね、はい、ヴェルディの特徴ですね。そうですね、相手チームはほとんどこのボール回し取れないんですね、はい、ここからヴェルディのリズムが生まれます、はい、まずは序盤、ホームチームのヴェルディが予想通りとはいう感じですけれども、ボールを回しています。ここからガンバが速攻に移るか、ムラデラビッチ、中央近藤、前に送ります、ヒルハウスが叩く、木山から左へ、山口が左に開いている、ハイクロスを送る、ムラデノビッチに合わない、さらに近藤、
近藤がここで足がかかりました柱谷、まあ、これはちょっと足が引っかかりましたね、はい、右の足の付け根軽い肉離れを起こしているんですが今日も出場しています柱谷哲司。ガンバがまず相手陣内距離はありますがフリーキックのチャンスです。ゴールを守るのは菊池新吉、5人が壁に入ります。キッカーはムラデノビッチか後ろには平岡がいます。ムラデノビッチが蹴る構えですね。そうですね。さあどこを狙うか、いったグラウンダー、わずかに左にそれました。あ、菊池が触りましたか。触りましたか。コーナーキックです。ムラデノビッチ今シーズンから加入、現役のクロアチア代表です。今のフリーキックどうでしょう。あ、そうですね、はい、コースはギリギリ行ってましたね。入ってましたかね、はいはい、ゴールキーパーが触ってまず両チーム通じてこれが最初のコーナーキックはガンバ左サイド、キッカー森下ファーサイド、ゴールキーパーパンチング、ディフェンダーに当たったのか、あーっとちょっと交錯して、ともかくボールはゴールラインを切って逆に右からのコーナーキックになっています。菊池新吉が倒れています。これ菊池、はい、弾いたんじゃないですかね、パンチングですね。で藤吉に当たって、はい、ここであのズベーバーと菊池が接触してますね。そうですね、その時にどっか痛いましたかね。こうパンチングで逃れてちょっとズベーバーにのしかかるような形になりました菊池。ベルディを率いますネルシーニョ監督、現在45歳、去年から監督に就任して今年が2年目。場内から大きな拍手が沸きました。菊池新吉ポジションに戻ります。大丈夫そうですね。右の足の付け根ぐらいでしょうか、ちょっと触っていました。今度は右からコーナーキック、またファーサイド、ムラデノビッチ、山口、山口が1人かわす、ラストバックグラウンダー、ムラデノビッチのシュートは右に外れます。あっとボール来てますね、残ってますね、はい、スベイバー、さらに森下、ここで柱谷が大きなクリア、向こう側タッチに逃れました。いいクリアですね、はい、リズムを1回断ち切るという意味でボールを切り出しましたね、はい、まずは序盤ガンバ大阪左そして右と2つのコーナーキック、しかし得点にはなりません。最後はこの今日キャプテンマークを巻いている柱谷哲司が、まあ、セーフティーファースト向こう側タッチにクリアしました。放送席の斉藤さん、はい、ガンバ大阪サイドなんですが、とにかく現在ベルディにはリーグ戦12連敗中、公式戦まだこの4年間勝ち星がないガンバ大阪、大学生だったらあの入学してから卒業まで結局1回も勝たないという計算になりますよね、で久世監督はね、ただ私は今年監督になったんだから過去は考えていないと、はい、ただチームは勝ったり負けたりの状態なので、はい、上位に近づくには今日が大切な試合なんだと語ってくれました、はい、でとにかくこのベルディ戦最初からはある程度走って組織立ったサッカーイレブンが感じてくれれば苦手意識が立っていくだろう、そんな話をしてくれました、はい、今日はガンバ大阪サイドのリポーターはテレビ大阪植草優希アナウンサーです。ベルディがチャンスを掴んでいる藤吉、海藤、いやカズ、もう一旦藤吉のシュートをディフェンダーに当たる、一旦クリアします。いや尾崎さん、はい、今リポートにもありましたけれども、リーグ戦12戦全敗、しかもちょっと調べてみると12試合で6得点しか挙げてないっていうんですよね、この3年間、非常にその分が悪いというか、それが続いてますね。まあそうですね、はい、今ガンバがムラデノビッチが倒されました。ここですね、はい、あの柱谷が言ってるんですけども、はい、かわした後タックルでちょっと足に入りましたね、はい、あっとこれでイエローカード示されましたね、出ましたね。今日両チームを通じてこれが最初のイエローカードは柱谷哲司。リスタート、一旦ツベイバーに下げて森下、これをベルディが勝ったビスマルク、最終ラインガンバ平岡から前方へスライディングタックルに行った山口をかわします海保、ああまたを抜いた、今日は10番をつけている海保、そしてビスマルク、サイドバックは石川、細かいスペースをついていきますベルディ、ビスマルク前に当てる藤吉、ここに石川、トクラ、ビスマルクが流してゴール前、ワンバウンド、ゴールキーパーの本並キャッチです。非
非常に狭いスペースをベルディがパスをつないでいく、はい、これは大関若乃花と奥様ですね。確かベルディカズ選手などと親交があると聞いてますけれども、今日はこの試合を観戦しています。見に来てますね。放送席の斉藤さん、はい、こちらベルディサイドですが、はい、試合前のメリシーニョ監督の話です。はい、決して不調ではない北澤に変えて今カイコが出ていますよね。はい、これはガンバにはあまりスペースがなさそうだ、それを考えるとカイコのフェイントやドリブル、そして前へ前へというサッカーの方が合ってるからだということなんですね。そしてガンバの速いカウンターに注意したいと言っていました。はい、さあベルディがチャンスを掴んでいる。藤吉エリアに入った、ゴール前、藤吉が抜けるか、本並キャッチ、最後は本並がキャッチしています。ゴールを守るのは31歳の本並健治、突進していった今シーズン初めての出場になります藤吉慎治。この藤吉もですね、はい、非常にこの細かいドリブルが好きですからね、はい、中へ中へ入ってきますね。まあ、これとカイコのコンビネーションでしょう。はい、そして今日のベルディ側のリポーター、テレビ東京島田博史アナウンサーなんですが、今日はこのカイコを北澤に変えてスタメンで使っていると。で、今日のシステムに対してはこのカイコのドリブル、あとはフェイントのうまさ、そういったものが有効だろうというふうにメルシーニョ監督は考えたらしいですね。まあ、そういう狙いを持っているみたいですね。はい、あのハーフライン越えてからですね、はい、相手陣内に入った時のカイコ、はい、ビスマルク、はい、藤吉、はい、まあ、それからカズ、ドネゼッチも絡みますけども、はい、この辺の変幻自在な攻撃は見どころですね。そうですね、非常にこの変化といいますか、はい、細かいショートパスとドリブルを使います。はい、今度はドネゼッチが行く、フォローするカイコ、まあ、右サイドからこのように石川コーも上がってきますね。はい、逆にそれをガンバがどう抑えられるか。そうですね、ということですね。ガンバの右サイド中盤に位置しています近藤、ロングボールを送るヒルハウス、ヒルハウスが当てる、ムラデノビッチ走り込んでいきましたがダメです。まだ中央カイコ、カイコ非常にこのドリブルが柔らかくてうまいですね。はい、重心も低いです。はい、ビスマルクからのパスがちょっとコントロール合いませんでした。芝がですね、はい、今朝から降ってる雨でやや濡れてるんですね。はい、ありますかね。足を取られるというほどではないんですけども、はい、ちょっとこう濡れててですね、ボールがやや滑り気味と、はい、いうようなピッチ状態ですね。ベルディはこのホーム等々力競技場はほとんど1ヶ月ぶりの試合ということになります。非常に素晴らしい芝のコンディション、やや濡れた感じがあります。左サイドバックは徳良健一郎、しかし芝はそれでもきちんと整ってですね、非常にこのやりやすそうな芝でしたね。非常に下見て直接見ても美しい芝でしたね今日ね。そうですね、その中で今日は試合が行われます。またベルディ最終ラインまでボールが戻りました。ボランチの柱谷哲司、ドニゼッチに当てる、右サイド石川光がここにいる、追いつきます。ドニゼッチドリブル突破、縦に走る、平岡がカバー、パスをつないでいこうというガンバです。宮本から大きな前線へのパスです。柱谷、下がっているカイコ、この辺のドリブルワークですね。はい、まあ、カイコの切り返し、非常にこの相手の逆をつくのがうまいですよね。はい、ガンバも積極的にチェックに行こうという姿勢は見えますよね。決して引きは取ってませんね。はい、まあ、守備の面ではよくやってます。はい、それと攻撃の面ではやはりこの11番のヒルハウス、はい、それから4番のムラデノビッチ、はい、それと9番の山口ですね。はい、この3人の絡み、言ってみれば速攻が一つの武器になるでしょう。そうですかね。さあ、ゴール前にボールが入る、ゴールキーパー菊池慎吉の正面でした。来週は日本代表の合宿が3日間行われるんですが、菊池慎吉、今回の代表からは一旦外れてしまいました。まあ、これからの頑張りを期待したいですね。はい、まあ、まだこれからゴールキーパーとしてもっと成長していくことを期待されている選手ですね。放送席の斉藤さん、はい、今放送席の方ではガンバのフォワード陣の話がありましたよね。はい、でいつもキャプテンマークをつけている背番号10番の磯貝が今日外れているんですが、はい、今週の水曜日の京都パープルサンガ戦で右膝を痛めまして、はい、まあ、その後ですね、1日2日様子を見たんだけれども完全な状態ではないので今日はベンチ入りもさせていないという久世監督の話です。そうですか。
小崎さん、はい、磯貝選手やはりチームの中心の一人ですが、今日それを磯貝選手がいないというのもちょっとガンバにとっては一つのポイントになりますね。まあ、いつもいる選手がいないということは多少気になるでしょうけども、はい、他に出てくる選手にとってはチャンスですからね。そうですね。またチームにとっては1人が欠けただけで負けたとは思われたくないですから、はい、まあ、余計ある意味で頑張ると言いますかね、はい、プラス要素にしたいところでしょう、はい、倒されたカードすぐにリスタート。ドニゼッチフリーになっている左サイドバックトクラへすぐにビスマルクに渡します。ビスマルク中にドリブルで入っていく、風に当てるワンツーを狙う。ドリゼッチが縦に抜ける。さあ膝をついた、これは宮本を抑え切りました。ゴールキックです。ドリゼッチ残念ながらシュートはなりませんでした。前半15分をちょうど経過しました。両チームまだ得点ありません。まだ両チーム無得点のベルディ対ガンバ。一旦ベルディ攻め込んでいましたが、今度はガンバの逆襲です。ここでベルディまた中盤ボールを奪います。右に開いているカイコ、ここに、はい、試合が始まって15分経ったところなので、まあ、一つこうチームのやり方といいますかね、はい、大体の感じ、橋本美のシュートはジャストミートしませんでした、はい、感じがつかめてくる時でしょうね、どうでしょう、ガンバのディフェンスは、これは今の柱谷の最後シュートに至る場面ですけれども、これはいいワンツーでしたね、はい、柱谷とドニゼッチですか、はい、最後ジャストミートはしませんでしたけれども、柱谷選手の前コース空いてましたね、はい、まあ、あそこは完全にシュートでしょうね、はい、あのガンバのディフェンスなんですけれども、今日は少し選手も入れ替えてきました。どういった感じで今守ってますかね。まあ、あのトップのですね、はい、数に、スベイバー、はい、それでドニゼッチには、先ほどは種吉がついてましたね。さあ石川光中央に入れる、一旦クリアします。ムラデノビッチこの位置まで下がってボールをさばきました。これがムラデノビッチ31歳現役のクロアチア代表。今年クロアチアは、ヨーロッパ選手権、ヨーロッパ16カ国で争われる、ナショナルチームの大会ですが、そこへの出場が、まあ、確実と言われています。来週もそのナショナルチームの強化試合がイギリスでありますので、この試合が終わったら、すぐにイギリスに向かうということになっています。うん、まあ、今のガンバの中では効いている選手ですよね。そうですね。やや前半序盤いくつかチャンスをつかんだ後のガンバなんですが、かなりベルディに攻め込まれる時間帯が長くなってきてますね。割合的にビスマルク背後には渡らない。こちら側に開いている山口、木山とビスマルクの争いはビスマルクのファウル。木山隆が倒されました。ガンバの方はですね、はい、あの前線にボールを早く入れたいですね。まあ、1回トップに預けてそこでキープをしてもらいたいと、はい、いうようなところじゃないですかね、はい、やはりちょっとあのガンバ陣内での試合が多いですから、はい、今日はセンターバック種吉が入っています。去年はただ1人ニコシリーズ全試合フル出場を果たした種吉、非常にマークに強いという選手です。流したヒルハウス、ムラデノビッチが走る。もう一旦ヒルハウス、フリーになっている山口の前にボールが渡るか。石川のスライディングタックル、タッチを割ります。いいタックルですね、はいはい、今日は中村に代わってまた石川光がスタメンに名前を連ねています。あのきちっとボールを捉えてますよね、はい、今日は右サイドでプレーしています。ドニゼッチ、ドニゼッチにはガンバの平岡がついてますね、はい、平岡がついてますか、はい、2番の平岡がマンツーマンでついてます、はい、ここですね、はい、左サイドバックの平岡がこの今日は右サイドのドニゼッチにぴったりマーク。ドニゼッチ髪切りましたね。あ、その話はまた後でと思ったんですが、実はそうなんですよ、さあガンバがチャンスになっている。ゴール前にボールが入る、一旦クリア。ここは広永が落ち着いてボールをキープします。中盤カイコ、その髪の毛を切ったおかげでドニゼッチとカイコが
見分けがややつきづらくなったと報道陣も言われているんですが、背が高い方がドリゼッツですね、はい、そうですね、一回りぐらい体のサイズが違います。藤吉が縦に抜ける、中を見る、ドニゼッチには渡らない、こちら側タッチ切ります。そのドニゼッチ、実はあの多少切った部分もあるらしいんですが、もともと横と後ろは透け毛だったそうで、あーそうですか、いわゆるカツラというんでしょうかね、それはほとんどの人が知らなかったらしいんですが、昨日それを、あ、一昨日になりますか、一昨日それを、まあ、取ってさらにちょっとカットしたということです。気分転換の意味もあったんでしょう。ドニゼッチ、今度はカズ、流した、ビスマルク、打てない、今のはカイコでしたが、飛び込んだのはシュータダメ、はいはい、あのカズからカイコですね、はい、まあ、カズがペナルティーエリアにかかったところでボールを持って相手を引きつけますね、はい、まあ、当然相手は警戒しますから、はい、そこをカイコにパスでしたね、はい、また中盤の競り合い、カズに渡す、ここにドニゼッチ、ゴール前に入る藤吉、逆サイドに流れました。小崎さん、今日はメンバーを変えてシステムを変えたヴェルディ、ここまでの特に攻めの部分ではどうですか。リズムといいますか、はい、いい感じにはなってると思いますよ。そうですか、はい、ヴェルディはここまで8試合で5勝3敗なかなか小崎さん、リズムに乗れないというか、特に得点が思うように取れない状況続いてるんですよね。まあ、やはり、はい、強い時のヴェルディを知っているファンの方たち、はい、まあ、関係者の方も思うでしょうね、はい、今ベンチがちらっと映りましたが、今日は北澤を先ほども話し合ったんですが、サブに置いています。それが功を奏するのか。カズ、ビスマルクからカズへ、カイコ、ダイレクトでパスをつなぎます。カズがエリアの中に入れない。あのね、ちょっとね、はい、ワンタッチ目のトラッピングがね、はい、弾いてしまうんですよ。ボールが伸びるんですよね、はい、足元で、ね、ボールがスッと伸びてくる状態なんですよ、芝生の状態が、はい、ですからちょっと、ね、トラッピングミスがありますね。あ、そうですか、はい、今度はガンバ、ヒルハウスから山口へ。ガンバはこの時間帯攻撃の形つかめませんね。まあ、攻め込まれてますから、どちらかというとこの速攻狙いでしょうね、はい、少ないチャンスでという形でしょうかね、はい、またヴェルディが大きなサイドチェンジ。トクラからビスマルク、ビスマルクに対してチャージに行った森下のファウル。森下仁、前節京都パープルサンガ戦で J リーグ2年目にしての初ゴールを挙げています。さあ、ドニゼッチがエリアの中に入ってくる。ふわっと浮かしてカズが行く、足を出したスベイバ、なんとかクリア。スベイバよく足出しましたね、あれ触ってなかったら完全カズがフリーでボールを受けてゴールというパターンでしたね、はい、決定的な形になりましたか、はい、ここですね、はい、カズが裏からちょうどいいタイミングで入ってますね。ドニゼッチもいいボールを出しますね。ヴェルディ最初のコーナーキックはショートコーナー、ドクラからカズがファーサイドにハイクロス、空中戦はガンバの勝ちです。山口がここからカウンターを狙います。左サイドドリブル突破、この辺はいいドリブルですよ、はい、スペースにですね、はい、ドリブルすることによってこう間を保てますから、まあ、時間を保てると言いますかね、はい、その間に後ろの押し上げを待つという、はい、味方が押し上げてくる時間が保てますね、はい、作れます。スベイバから中央の木山が最終ラインに戻します。種吉から前方へ、このパスはヴェルディがカット。まもなく23分から24分ですが、両チーム得点はない。ロングシュート放った、カイコの超ロングシュートは危うくゴールかという感じ。いや、枠いってましたね、今ね、今の触ってなければ入ってますかね、はい、完全に入ってたんじゃないですか、はい、本並がですね、はい、ギリギリで触ってますけどね、わずかですね。今のシュート驚きましたね。最後が見事なシュートを見せました。ヴェルディ2本目のコーナーキック、ドニゼッチはファーサイド、足出さりがちょっと遠め、ファーサイド、ドニゼッチ頭の上、残念ながらコーナーキック得点はなりませんでした。まもなく前半25分を経過します。両チーム依然として得点はありません。Jd
グ第9節轟陸上競技場ヴェルディ川崎対ガンバ大阪は25分を経過して両チーム得点なし。ガンバクロスが入る。ここに山口、山口のシュートはディフェンダーカット。もう一回シュート、シュートしましたね。ブラゼロビッチが競り合う。まだガンバのボールです。もう一旦森下へ、左に流れます。ファーサイド、ブラゼロビッチクリアしました。林、今林いいクリアですね。久々にガンバが相手ゴール前まで攻め込んでいきました。ヴェルディに対して J リーグ3年間で12戦全敗、初勝利を目指すガンバ。しかし今度はまたヴェルディ、ドリテッチ、左シュート、ゴールに、ね、はい、コーナーキックです。今ね、はい、ドリゼッチがボールを持って中に入った時に、ね、裏に、はい、裏でカズが回ってるんですよね。あー、なるほど、試合を見ている時ですね、はい、裏カズが走ってます。これをフェイントに使って中に入ってのシュートですね。なるほど、ですからコースが空きましたね。はい、コーナーキック、カイゴが蹴りました。あのあたりもそのボールを持ってないところでもプレーっていうのは、はい、なかなかこう深いものがありますね。そうですね、ボールを持ってない選手の動きですね、はい、これによって変化が多くなります、はい、またゴール前に入る。藤吉がポストになろうとしましたがダメです。ヴェルディのスローインに変わります。左サイドバックのトクラからビスマルク、そして林、林ですね。逆サイドのボールは山口がカット。カイコはね、はい、相手を背にしてもトラッピングが正確ですね。そうですか、きちっとボールコントロールします。今日はカイコをスタメンに使っているヴェルディ、スルーパスを狙ったところカズがオフサイド。今のはビスマルクカズのラインですね、はい、まあ、相手チームにとったら一番警戒しなきゃいけないラインでしょう。これまで数々のゴールを見せてきてますからね、はい、ビスマルクのスルーパスですね、はい、そこからのカズのゴール、はい、今シーズンカズはここまで8試合で6ゴール。やはりカズは、まあ、爆発的な今年は感じなくてもきっちりとコンスタントには取ってきますね、はい、あ、これブラゼロビッチ、ブラゼロビッチが競り合う。この一発なんですね、ガンバの方のチャンスといいますか、はい、一つの攻撃ですね。今のはヒルハウスからブラゼロビッチへのパスでした、はい、ガンバはその攻めのチャンスは少なくても前のムラデノビッチ、ヒルハウス、山口といったあたり決定力はありますよね、はい、一発がありますね、はい、強いシュートを持ってます、はい、またヴェルディ最終ラインから下がっているビスマルクへ。この辺でボールを回すのがいいんですね、はい、この間にですね、フォワードの選手が前線で動きが効くんです、はい、ですから後ろの方でボールを回してくれると非常に楽なんですね、はい、カウンターを狙います。平岡からヒルハウスの前はダメ、林が読んでましたね、はい、今度は海保、森下落とす。その森下、ムラデラビッチヒールで流してヒルハウス。よく見てますね、ムラデラビッチに対しての足がかかりましたがこれはファウル取られませんでした。やはりガンバの方攻撃になった時にですね、はい、どうしても人数が少ないですから、そうですね、状況的には苦しいですね、はい、ボールの支配率ではヴェルディがはるかに上回っています。また中に入るビスマルク、カイコ、いいトラッピングです。カイコ外にトクラ、トクラのシュート右足、最後はトクラが右足でシュートを放ちました。今シーズン開幕スタメンのトクラ健一郎、途中スタメンを離れることはありましたけれども、またスタメンに復帰です。積極的ないいシュートでしたね、はい、上がってきてのシュート、はい、こういうシュートを打たれるとですね、ガンバのバック陣はどうしても前に出ざるを得ないんですね、はい、そうしますとまた隙が出ます。ヴェルディが得点こそはありませんが、そのヴェルディらしい攻撃をここまでは何とか見せています。中央ビスマルク、前にカズ、藤吉が走る、ドニゼッチ、ドニゼッチ細かいフェイントから中央へ浮かしてゴールキーパーです。ドニゼッチは今まで比較的センターフォワード的な役割を多くになってたんですが、ええ、この位置で今日プレーしている感じはどういうふうにご覧になりますか。
まあ、まずまずですね。まずまず、はい、まあ、どうしても中に入りたいという傾向はありますけどもね、ドリデッチはブラジルから今シーズン来たわけですが、その前に所属していたボタフォーゴでは比較的アシストが多かったというふうには聞いています。そのドリデッチ、4年間メキシコ、そして去年ボタフォーゴに戻って今年はベルディに加入しました。柱谷から藤吉に当てる。ムラデノビッチがよく戻ってますよね。ムラデノビッチはかなりこう広い範囲を動いてますね、はい、要所をよく知ってる選手ですね、そしてガンバ、今日は中盤の右サイドに位置しています近藤浩二。前半も30分をすでに経過しています。両チーム得点はなし。ちょっとガンバが防戦一方になってますね。徐々にペースがよりベルディ寄りに変わってきています。このね、切り返しがいいんですよ、はい、太鼓のビスマルク、カズ、カズから右サイド、石川にボールが渡った。クロスを入れる。ゴールの後ろに流れました。ゴールですね。今石川コーのセンタリングがゴールライン割りましたけども、はい、この石川コー、右サイドのスペシャリストですね、はい、非常にタイミングのいいオーバーラップとセンタリングを持ってます、はい。まあ、今日のベルディの一つの鍵になるかもしれませんね、この石川コーのオーバーラップですね、はい、でここ何試合かは、今のプレーご覧いただきましょう。カズからですね、はい、非常に見計らったいいパスが出ました、はい、トラッピングも正確ですね、はい、ここのところ中村を使っていたのは今日は石川浩にまた変えたというのはやっぱりこういうところの期待でしょうかね。攻撃面でしょうね、はい、右のサイドラインのですね、はい、オーバーラップの狙いがあるでしょう。そうですか。さあこの位置でガンバがフリーキック、スペイダーからロングボール、キルハウス落とす、逆サイド山口、ヘリング落とす、ゴールはなりません。まあ、しかしキルハウス、山口と非常にこの背がありますからね、はい。まあ、身長自体が特別高くはなくてもヘディングの強さというのはなかなか強いですね。ですからあのフリーキックは頑張りしたらチャンスでしょう、はい、その山口敏弘、ただし今シーズンはまだ得点がありません。またベルディが最終ライン、先ほどもお話ありましたがゆっくりボールを回します。カズがここまで下がりました。林からフィード、ビスマルクには渡らない。近藤からロングボール、ヒルハウスの前に落とします。ここは落ち着いて処理しました。ちょっとこの辺のミスパスはあんまり良くないですね、ベルディにすると、はい、今日はガンバ大阪、スベイバをメンツに入れてきました。比較的アウェーのゲームではこのスベイバが入ることが今シーズン多くなってきています。まあ、守備の面では効いてますね、はい、今シーズンから3バックを4バックに変えたガンバ久世監督、試合によってかなりメンバーシステムを使い分けています。今日は、まあ、かなりマンツーマンに前の選手をマークするという作戦に出ています。ヨジップ久世監督、43歳、ベンチの横で立ちっぱなしですね。そうですね。さあまたカズ、石川叩いて前に出る、タッチアンドゴー、石川が行く、倒された、これはファウルはありません。石川が突破していきましたけれども最後はシュートにはなりませんでした。まあ、ちょっとした隙を見て上がってきますね石川が、はい。まあ、今最後シュートにはなりませんでしたけれどもいい形と言えますかね、はい。それとですね、はい、ベルディが攻め込んでいるだけガンバの守備陣が当然引きますね、人数が多いわけです、はい、ですから攻めあぐみということが一つ出てきますね。ベルディの方がの方です、ね、はい、でその時にどういう打開策をするかということもポイントでしょう、はい。まあ、そのあたりちょっと試合前にネルシーヌ監督に聞いてもやはりそのディフェンシブでもそのディフェンシブなところからのカウンターがガンバは強いからそれを十分警戒しなければということは話していましたね。どう打開できるかベルディ、あるいはしっかり守ってからどう自らのチャンスをものにできるかガンバ大阪。
この辺楽にベルディが回せてますね、はい、で相手陣内に入ったところからどういう攻撃をするかということですね、はい、でまあ突破して得点をするということが大事ですから、はい、広永からカイコへ、このカイコの、ね、トラッピングがいいんですよ、はい、相手を背にしてもしっかり止めるボールコントロールの技術ですね、はい、かなり高いものがあります。まだカイコ21歳若い選手ですが、そのあたりの技術は正確です。ドニゼッチの前へヘディングでクリア、平岡はい、ドニゼッチ前を向けるか、まだボールをキープ、ドニゼッチに対しての6番種吉のファウルです、まあ、当然この位置でボールを持ちますと、はい、あのバックはしっかりマークしますからね、激しいチャージがあります。後ろからチェックに行った種吉がファウルを取られました。この辺で10人やらせたらそれこそ一番危ないところですから、そうですね、バックは警戒しますよね、はい、右サイドからのフリーキック、カズがいます、石川光、カイコがいます。縦に流す気配を見せましたが、これはカズが、カズが狙った、カーブがかかる、クロスバーの上に外れました。前半も36分を経過、依然として両チーム得点ありません、0対0です。さあベルディがチャンスになっているエリアの中、スベイバーがクリアしました。圧倒的にボールを支配しているのはベルディ川崎、しかしガンバの厚い守備もそれを破ることがまだできていません。非常に今日動きのいいカイコ、今度は左サイド浮かして中央、ドニゼッチ、ドニゼッチ前向く、細かいパス、スルーした、カズが行く、カズが行く、シュート、本並から、本並が体を投げ打ってセーブしました。いや本並のファインセーブでしょう。いやーセーブも見事でした。その前のこの抜け出しは、この攻撃も見事でしたよ、ベルディの方、はい、本並がセーブしてベルディ、これが4本目のコーナーキックは左サイド、キッカーはカズレス、広永も上がってきました、ニアサイド、ボールはファーサイド、柱谷の頭の上を越えます。ディフェンダーは触っていませんでした。これはゴールキックに変わります。前節右足の付け根、軽く肉離れを起こしたということなんですが、今日はそれを押してキャプテンマークを腕に巻いて試合に出場しています。ここですね、はい、でこれスルーするんですよ、ビスマルクが、ちょうどあの数が上がってくるタイミングを見計らってましたね、はい、見事なコンビネーションでした。最後は数のシュート、しかし本並が見事なセーブ。ここまでベルディのシュートは5本、そのうち数は2本、ガンバはわずかにシュート2本です。前半も残り時間が徐々に少なくなってきました。速いスタート、石川光、あっとこれはちゃんと戻りできない、山口が戻ってましたね、はい、ヒルハウスから木山、木山が2人にチェックされます。ファールはありません。藤吉前を向く、藤吉に対して種吉のチェックです。藤吉は今シーズンここまで全て8試合ベンチでした。今日は満を持しての第9節初登場です。藤吉、ビスマルク、柱谷に下げます。そして林、さらに左サイドは徳田、あのガンバの選手がですね、はい、ベルディの選手をもうしっかり抑えてますよ、はい、ワンツーまでついてます。前の5人に対してすごい、一番多いには4、5人に対してもきっちりマーク入れてますね。それをベンチで見つめる、これはサブのメンバー、左が今日スタメンから外れた中村、右が三浦康俊、さらに北沢、そういったあたりが今日はベンチに入っています。遠くらからファーサイドへクロス、ドリゼッチ、平岡のクリア、最後は山口に当てました。石川光、ベルディのスローインです。ワンタッチありましたね、はい、ちょうど今前半の40分を経過、まだ両チーム得点ない。ゴール前にグランドが入った、カズのシュートだった、一瞬の隙を突いたカズのシュート、ファーサイド見事な抑えたシュート、1対0、先制はベルディ川崎です。あー、リタコ
ましたね。はい、前半の40分、ここでドリゼッチですね、はい、ゴールキーパーとバックの間にですね、いいセンターに送り込みましたね、はい、あそこの数が後ろから見計らってゴールですね、はい、本当にこのバックとゴールキーパーの間なんですね、一番抑えにくいところなんですよ。そうですね、自分についてるディフェンダーとそれからこの最終ラインとほとんどコースないところですね、はい、バックもクリアしにくい、ゴールキーパーも出にくいというところなんですね、はい、そこにドリゼッチがいいボールを送りました、はい、見事なパスを送ったのはドリゼッチ、最後決めたのはやはりカズ、前半40分先制したのはベルディ川崎、1対0です。カズが今日もゴールを決めました、今シーズン7点目。さあ前半終盤になって得点が動きました。ガンバがこの後どういうプレーを見せるんでしょうか。山口ピルハウス前を向く、しかしタッチ終わります。まあ、ガンバとしてはですね、はい、積極的にならざるを得ないですね。そうですね、はい、ただちょっと心配なのは今シーズンヴェルディはリードしてから追いつかれる試合、あるいは逆転される試合っていうのが結構あるんですよね。終了間際、後半終了間際に同点に追いつかれて、まあ、延長までもつれ込んだのが2つ、先制して逆転負けが2つと、そういう形があるのがやや今年は記憶に残っています。放送席の斉藤さん、はい、今カズが点入れましたね、はい、今シーズン見てみますとね、カズが点を入れたゲームは全て切っているんですね、まあ、オウンゴールを与えたために負けた6セットを除いてなんですけどもね。さあ、そのカズのゴールが今日は得点に結びつくことができるか。あーっと、ドリゼッチゴールは、はい、本並が体を倒してのセーブです。今の切り返し良かったですよ、はい、非常に大きなフェイントをかけましたね、はい、ここですね、一回切り返して外しておいて、もう一回ですね、はい、逆を取って、まあ、この辺のスケールの大きさ、ドリゼッチありますね。マルクがここでボールをキープ。まあ、ベルディの1点目だけを考えてみるとですね、はい、今日のネルシーノ監督のフォーメーションですね、はい、まあ、3トップ、はい、この右サイドのドリゼッチ、はい、そして左のカズ、はい、この起用は当たりましたね。ここまでは機能して、はい、左サイドに回っているドリゼッチ、ゴール前カズには合いませんでした。コーナーキック、また左サイド、キッカーはカズです。ベルディは5本目のコーナーキック、セットプレーでは柱谷あるいは広永、こういった長身のディフェンダーが上がってきます。柱谷はファーサイド遠め、広永はやはりニアサイド。カズ、今度はゴール正面、ヘディングで流して入った、見事なシュートは藤吉、はい、今のは見事にゴール右上の隅、ゴールキーパーの届かないあたりにボールが吸い込まれました。体勢としては難しかったんですけどもね、ちょっと下がりながらですね、はい、カズからここですね、相手にも当たってますね。そうですね、ヘッドでニアサイドから流したボールが7番ですから、これは森下ですね。ここでまあ藤吉が相手をちょっと外しながら、後ろに戻りながらですね、はい、ヘディングシュート、はい、7番の森下にも当たってますね。そうですね、しかしゴールインということで、まあ、今のは藤吉のゴールですね、ゴールと言っていいでしょうかね、はい、まあ、公式記録上はあるいはオンゴールになるか後ほど確認できると思いますが、見事なゴールが決まって2対0、さあ頑張るチャンス、逆にボールを奪ったベルディが、ベルディのカウンターです。またまた踊いてカイコ、うまいですね、カイコの股抜きですね、冷静ですね。ビスマルク、ここにカズが開いています。もう前半はロスタイムに入っています、45分を経過しています。2対0とベルディが終盤になってこの前半得点を挙げました。先ほどのゴールは公式記録ではオンゴールと記録されたようです。2点目は、まあ、
辻吉のゴールに限りなく近いオウンゴールと言っていいでしょう。2対0とベルディリード、藤吉が頭に当てましたからね。そうですね、結果的にはオウンゴール、ベルディが2点をリード、ロスタイムに入っています前半です。ガンバはここまで J リーグ3年間でベルディに12連敗、初勝利を目指すんですが、ここで前半終了です。ベルディ40分を過ぎてから2得点を入れました。2対0とリードして前半を終わります。さあコマーシャルの後は、昼間のゲームマリノスとフリューゲルスの横浜ダービーをご覧いただきましょう。トドロキ競技場、ベルディ対ガンバ、すでに後半が始まっています。後半は右に緑のユニフォーム、ベルディ川崎、左に白のシャツに、ブルーのパンツ、ガンバ大阪。2対0とリードをされて後半を迎えたガンバ大阪、ゴールキーパーが変わりました。ゴールキーパー本並に代わって16番の岡中隼人が入っています。岡中は今シーズンこれが初登場。さあ風がシュート、岡中がタッチング。 いいシュートでいいセービングでしたよ。そうですね、両方ともいいプレーでした。はい、数のシュートは枠いってましたね。キレがありました。はい、中に入ってですね、これ触んなければ入ってましたね、枠の中ですね。はい、岡中よく走りました。はい、後半変わった岡中、まずはファインセーブ。後半最初のコーナーキックはベルディ左サイド、2点をリードして折り返しました。ベルディとベルディには選手の交代ありません。ゴールキーパーが出る、その前にヘディングクリア、ブラデルビッチがさらにクリア、石川と森下、森下が激しくチャージに行きます。ガンバの方はですね、後半から非常に激しい当たりをするようになってきましたね。そうですか、ハーフタイムにクゼ監督にかなり気合い入れられたんじゃないですか。まあ、2対0でリードされて、またもや負けるのかってことになってしまいますからね。それも前半の終了間際ですからね、2点とも、はいはい、失点を取られたのはですね、はい、ここの位置からベルディがフリーキックです。ガンバはまず1点を返したい。左足カズ、広中シュート、ここでホイッスルがありました。広中がファウルです。ちょっと相手にのしかかったと、はい、いうことですかね。オリンピック予選マレーシアでの試合、全試合にフル出場を果たしました。見事に出場権を勝ち取ったその立役者の一人、広中。そうですね、はい、ちょっと競り合うときにですね、相手にのしかかってヒリングしてますから。そうですか、ファウルになりましたね。はい、帰国してから林とセンターバックコンビを組んで今日が3試合目ということになります。放送席の斉藤さん、はい、ガンバ大阪サイドなんですがね、とにかくハーフタイム中、ロッカールームから久世監督の大きな声がしたんですよ。で、指示としてはやはり残り45分の中で全てのパフォーマンスを出していけと、はい、それから中盤をもっとシンプルに、うちはつなぐサッカーじゃないじゃないか、カウンターを狙っていけ、そういう指示を出しましたね。で、岡中をゴールキーパーに変えたんですが、これは本並選手が前の試合で腰を痛めていたんで、かなり動き的には厳しいだろうということで、後半は岡中に変えました。以上です。はい、今日のガンバ大阪サイドリポーターはテレビ大阪の植草勇樹アナウンサーです。なるほど、もともと腰を痛めていたと、選手は。ただ前半そんな風には見えないとも思ったんですが、当然レギュラー出てくる以上はですね、はい、こう気合が入ってくると言いますかね、はい、まあ、怪我なんかもうないような感じで出てきますけどもね、はい、まあ、監督としては心配したんじゃないですかね。そうですかね、ゴールキーパーが変わりました。やはり相当激を入れたようですね、ハーフタイムで。それからそのうちはつなぐサッカーじゃないんじゃないかというような言い回しみたいですね。速攻狙いということを言ってましたね、はい、まあ、確かにガンバの方はですね、速い攻撃で、はい、トップの選手に合わせてゴールを狙いたいという、はい、攻めなんですね、はい、しかしちょっとですね、はい、攻めの範囲が狭まっていると言いますかね、狭い中でサッカーをしてましたね。あ、そうですか、はい、非常にこの狭い地域でのプレーが多かったわけです、はい、まあ、それを久世監督してきたんじゃないですか。なるほど、それが果たして後半はうまく修正できるでしょうか、ガンバ大阪。放送席の斉藤さん、はい、ベルディサイドネルシーニョ監督、ハーフタイムの話ですが、はい、動きはいいがシュート数が少ないぞと、はい、そしてですね、前の方でムラデノビッチの球が浮くから、はい、それを広永だけでなく林やトクラも狙えということです、はい、またベルディが攻め込んでいる。カイコ、あっと足がかかりました。石川に対してのファウルです。
場内から大きなブーイングが飛びます。イエローカードが出る気配はありません。そうですね、はい、まあ、ちょっとかわした後ですね、スベイバ遅れて、はい、スベイバですね、はい、斉藤さん、はい、それからですね、カズがかなりマークされているので、はい、そのカズのスペースに藤吉が入り込むようにという指示が出ていました、はい、今日のベルディサイドリポーターはテレビ東京島田博久アナウンサーです。またベルディがチャンスを掴んでいます。右サイドからのフリーキック、カズはどこを狙うか、助走に入った、低い弾道、ゴールキーパー弾いた、クリアします。そしてホイッスル、ベルディにファウルがありました。今直接狙いましたかね、まあ、ゴールキーパーの岡中ちょっとハンブルしましたね。胸に当たった感じでしょうかね。ご覧いただきましょう。これね、前にこぼしましたね、はいはい、まあ、本来ですとこう詰めてる選手がですね、はい、そのままシュートでゴールと、はい、いうことが多いんですけどもね、まあ、ガンバよく守りましたね、はい、それにしてもカズも見事なフリーキックでした。岡中なんとかここはピンチを、まあ、防いだという形になります。そして前半のデータ今ご覧いただきます。尾崎さん、デリシーヌ監督、前半シュート少ないということだったんですが、数字の上では7つ、はい、尾崎さんから見るとどうでしょう。攻めてる割にはですね、はい、シュートがないと、はい、いうことだと思うんですね。まあ、攻めてて、はい、あのボールを取られるのが一番良くない形ですから、はい、言ってみますと攻めた限りはシュートで終わりたいと、はい、まあ、監督としては当然思うでしょうね、はい、あれだけ支配しているんだからもっとあってもいいと、はい、いうことですか。またプレー込んでいる、後ろに流す、ガンバがまた大きくクリアします。一方のガンバは前半のシュート数がわずかに2本です。ガンバの方はですね、はい、速攻狙いで、まあ、トップのヒルハウス、ムラザノビッチ、はい、山口を狙うということなんですけども、はい、もっとですね、中盤の選手が動かなきゃいけませんね。あ、なるほど、はい、トップの選手を飛び越えて、はい、前線に走らないといけません。なるほど、そうじゃないとですね、どん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 スペースが小さくなってですね、はい、行ってみるとベルディペースにはまってしまいますね、はい、これを破るにはですね、はい、鍵となるのは中盤の活動量でしょう、はい、監督が心配そうな、ややこう納得いかないような表情で今ベンチに立っていました。まあ、それと雨がかなり強く降ってきたみたいですね、はい、そうですね、先ほど選手のアップになりますとかなり雨粒も見えるようになってきました。それがまたどう影響するか。ここでガンバのボール、中央、ムラデラビッチ、この時ですね、はい、バックの選手と、ね、中盤ハーフの選手がもっともっと動いてですね、はい、ボールを受けるようなモーションをしないといけないですね、はい、少なすぎますね。少なすぎますか、はい、サポートが少なすぎます、はい、山口右サイド突破しましたがセンタリングには中の選手が合いませんでした。またベルディが合わせずボールをキープします。カズの前へ、これはカット、種吉、この辺のね、開口のボールコントロールがいいんですよ。さりげないですけど、はい、非常にうまいですね。何気ないですけどもね、はい、効いてます。西川からキックで藤吉の前、ヘディングを当てた。あ、藤吉、はい、トップでヘディングシュート狙いましたね、はい、藤吉は今シーズン初出場、まあ、前半シュート1本なんですが、動き自体はどうですか。非常にいいですよ、はい、まあ、やはりもう出る限りは何とかしてやろうと、はい、いう気持ちで満々でしょうからね、はい、積極的にゴール狙ってます、はい、積極的に今シーズン初出場のプレーを、まあ、こなしています藤吉慎治。スーパーサブ的な役割が多くなってきていますが、ドニデッチの加入で今シーズンここまで出番がありませんでした。今日はセンターフォワードとしての出場です。藤吉のいいところはですね、はい、ドリブルですね、キープ力、ドリブルで相手を抜く力があります、はい、まあ、これは大きな強みでしょうね、まあ、よく言われるのはベルディじゃなければあるいはスタメンにでもというようなことも言われますけれどもね。またベルディ、柱谷からビスマルクがこの位置、ハイクロスを送る、藤吉の前、長いクロスが藤吉に送られました。コーナーキックです。ベルディの方はですね、はい、積極的にビスマルクとですね、ハイクにボールを集めてますね。そうですね、これが非常にいいです、はい、やはり中盤のキープレイヤーがボールを触るということでですね、はい、ですね、チームのリズムが出てきますから。ハイクはクロスからシュートだった、広永、ショートコーナーから最後は広永のシュート、枠に飛んでいました。またチャンス、戸倉、中に入る、体を預けた、種吉、
ここはガンバがカットします、はい、こういう形がガンバのチャンスになるんですけどもね、はい、周りの選手がほとんど前に出ませんね。そうですね、はい、これではねちょっと攻撃は難しいでしょう。スルーパスを出したヒルハウスの前、しかしダメ。あ、菊池いいキックですね、きちっとパスにしました。今のも山口がボールをキープした時点いい形になりそうな気配は感じるんですよね、はい、山口がボール持った時にですね、はい、動いているのがヒルハウスだけですから、まあ、言ってますと他8人の選手がいるわけですね、はい、みんな後ろに下がったままですからこれでは攻撃になりませんね、はい、そこをガンバはどうするか。得点差は2点、後半の40分にまずはカズのゴール、43分、藤吉のヘディングシュートが相手のオウンゴールを誘って2対0とヴェルディがリードしています。ガンバはここ3年間 J リーグのリーグ戦12試合で全敗、わずかに尾崎さん3年間の12試合で6得点しか挙げてないんですよ。これではなかなか勝ちに結びつかないですね。まあ大事なのはこれからですからね、はい、これからどういうサッカーをするかということでしょう、はい、近藤が左に回っている、いい形になってきてますよ。クロスを送るゴール前、グラデナビッチの前でカット、林ですね、はい、山口スベイバー低いクロス、ヘルシュート、あー抜けてしまいました。徐々にいい形になってきてます、スベイバが押し上げての最後はラストパス、グラデナビッチとヒルハウスの間を抜けてしまいました。ガンバにしたらですね、はい、早い時間に1点取りたいでしょう、早い時間に2対1にすることがですね、はい、この試合を左右することになりますから、はい、1点欲しいでしょうね。ここで倒れてるのはビスマルクですね。ビスマルクが倒れてますね。あ、かなり表情は厳しいです。今ボールが出されています。心配ですね、はい、あ、パスした後ですね、7番の森下ですね。今ビスマルクが倒されました。後半もまもなく13分を迎えます。依然として2対0でヴェルディがリードしています。ここまで3年間で公式戦一度も負けていない、ガンバに対して今日も2点をリードしたヴェルディ、しかし今ビスマルクが負傷してタッチの外に運ばれています。ヴェルディはトータル10人で今戦っています。ビスマルクようやく今上半身を起こしました。パスした後なんですよね、はい、左足ですか ね、 ですかね、ちょっと足首かもしれませんね。そうですね、はい、ストッキングを下げているビスマルク、まだかなり痛そうです。試合は続行されています。左サイドを流れた7番の森下、森下マークにつくのは広永、中央に入れる、ダイビングヘッドで石川がクリア、まだガンバが平岡がボールをキープ、中央パサンドゴーで平岡行く、シュートの手間口取れている、平岡決まった、最後は平岡、ガンバが1点返しました。よく出てきましたね、こういう気迫なんですよ、やはり1点を取りに行くっていうね、気迫がゴールを生むんですね、はい、先ほど言っていたその後ろの選手の押し上げというか、はいはい、動きなんです、はい、前に突き抜ける動きが必要なんですね、はい、これ粘ったからですね、はい、これ山口の思い切りのいいシュートですね、これがやっぱり菊池のハンブルを生んでですね、はい、最終的に森岡のゴールということになりましたね、はい、最後は平岡が、まあ、左サイドバックの平岡なんですが上がってシュートを決めました、はい、でこのシュートの時もですね、はい、菊池慎吉が倒れたところをですね、はい、よく見てゴールの上に切り込みましたね。届かないというか、はい、その手の届かないところ、手と足の当たらないところですね。うまいシュートでした。落ち着いていました平岡。後半の14分、さあ1点差に迫りますガンバ大阪、得点は2対1です。放送席の斉藤さん、はい、ガンバ大阪のベンチが動きました。8番の近藤に変えて15番の森岡を投入しました、はい、ガンバがゴールキーパーの岡中を変えたのに続いて今選手を変えました。近藤を下げてオリンピック代表の森岡を入れてきました。森岡茂、マレーシアで の、 オリンピック最終予選では途中から出番がありませんでした。ガンバに戻ってきてもスタメンはありません。今日が戻ってきてからトータル3試合目途中出場ということになります。ガンバの方はですね、はい、勝負に来てますね。そうですか、はい、攻撃的な選手を入れてきてます、はい、まあ、1点まず差を詰めて、そしていつ同点に追いつけるか。今日は波乱がデーゲームで5つもありました。 J リーグ第9節、
前節までの上位3チーム、フリューゲルス、ジュビロ、そしてグランパスが揃って敗れました。果たしてこの轟はこの後何が起こるか。1点差詰めましたガンバ大阪、ムラデナビッチがここの位置まで下がっています。スベイバへ。スベイバは元旧ソビエト CIS の代表です、はい、ガンバの方の動きが活発になってきましたよ。変わりましたか、はい、入れ違ったドニゼッチ右サイド。ドニゼッチはこのポジションいいですね。あ、見てますか、はい、右のウィング。カイコからチップキック、ビスマルクには渡らない。ビスマルクは先ほど治療していましたがもう戻っています。戻ってますね、はい、ベルディ。そうなんです、はい、ベルディはねこのようにボールを回した方がいいですね、はい、味方同士でつなぎ合った方がいいです、はい、これがねベルディのリズムが出てくるんですよ。最終ライン、広永からロングボールを送ります。藤吉の前、これはゴールキーパー、後半から入っている岡中がキャッチです。それとね、はい、先ほどからちょっと気になっているのは、ベルディの方のね徳良と林がねちょっとイージーミスが多いんですよ。あ、そうですか。ミスが多いんですよ、はい、これは気をつけなきゃいけませんね。若い選手が何気なくプレーしてしまうところがあるんですけども、はい、もうここはねきっちりしっかりプレーしないといけませんね、はい、正確なプレーを要求されています。ベルディは最終ライン、右サイド石川光は26歳ですけれども、残り3人は20歳、23、24とかなり若いディフェンスラインです、まあ、言ってみますとその J リーグに出てきたてなんですね、はい、ちょっとねプレーが軽いところがあります。あ、なるほど、それは気をつけなきゃいけませんね、はい、ヒルハウスの突破に対してマークに行った林のファウルです。まあ、林健太郎、ファールで止めるということはですね、はい、相手の攻撃をそこで区切ってしまうわけですから、はい、まあ、結果からすればよしというふうなことも言えるんですけどもね、しかし軽率なプレーはね気をつけなきゃいけませんね。そうですね。ガンバのサポーターも気合ってますね。それほど数は多くはありませんが、気合は十分です。乗り出してきてますね。フリーキック、スベイバーヘッドで流した、ゴール前、選手が詰めていませんでした。流したのは5番の木山隆。今のねヘディングの後のボールに対する反応ですね、はい、2番目のパスに対する反応をもう少し多くしないとダメですね、はい、ちょっと全体に今立ってましたからね、単発なんですね、はい、ガンバの方は先ほど森岡を入れました、はい、森岡はどの位置に入ってますかね。左サイド、ね、そうですね。近藤に代わって入った森岡、今チェックに行ってるのが森岡です。中央を回復はドリブル突破、右に流した藤吉、後ろ石川光がいる、石川とこれはコンビネーションがありませんでした。藤吉自分で行ってもよかったですね。そうですか、はい、今オーバーラップしていきました石川。ここですね、藤吉自身がフリーなんですよ、まあ、石川光が上がったんで気を使ってパスを出したという感じなんですけども、はい、フリーですからね、センタリングしてもよかったですね、はい、ベルディが1点差を詰められてこの後半まもなく20分を迎えようという時間帯です。ガンバの動きが良くなってきました。ガンバは2人選手が変わっています。ベルディはまだここまで選手の交代はありません。あ、ネルシーノ監督が出てきてなんかカズに指示を送ってますね。かなりベンチよりも前まで出て行ってカズに対しての指示、はい、今その後ドニゼッチにも何か言ったようです、まあ、ある意味で1点詰め寄られたわけですからね、はい、トクラが左サイド、スライディングタックルはズベイバ、ズベイバとトクラ、ズベイバ強い。あ、ズベイバは頑強ですね。あの辺りの強さはさすがですね、持ってます。山口からロングボール、ヒルハウス、これはいいボールですよ、ヒルハウス、アートラップちょっと見つけた、森岡囲まれました、ダメです。森岡、あそこは思い切りよくシュートでしょ、あそこまで行ったらですね、はい、シュートが打てませんでした。逆にベルディカウンター、カイコフリーですよ、カイコのシュート、岡田が弾く。ガンバちょっとマークを開けてますね。ドリデッチ、あーっと藤吉オーバーヘッドならず、この時ですね、はい、もう少しね後ろの選手も上がっていかないといけないですね、まあ、あの形からヒルハウスにひたすら合わせるというような形になってしまいますね。2点取られてですね、はい、1点取り返してもう1点取って逆転しようとすればですね、はい、これ先ほどの形ですね、はい、こう森岡、まあ、シュートはちょっと難しかったかもしれませんけどもね、はい、ここまでいったら一発シュートを打ってこないとですね、はい、相手のペースになってしまいますね、はい、
難しかったかもしれないですけど一つ打ってもよかった、無理をしてでもですね、はい、シュート放ってヒルハウス、ゴールキーパー取れない、逆サイドはタッチ、うん、割ってませんね、ライン切ってません、山口ファーサイド、今度は選手がいません、右サイドからの山口、折り返しは選手がいませんでした、その前に、まあ、クロスを送ったのがヒルハウス、あの基本的なことなんですけどもね、はい、2点取られて1点取り返したと、はい、まあ、逆転しようと思えばですね、はい、相手より多い運動量が必要なんですね、当たり前のことなんですけども、はい、それをもっともっと我慢をしないといけませんね、はい、そこからいいプレーが引き出されるしですね、はい、チャンスが生まれますね、止まっていたら何も生まれてこないわけですよね、はい、今1点追っているチームで流れが少し自分たちの方に来ているにしては物足りないですね、物足りないですね、はい、少ないです、やや変わってきたとは言ってもまだ物足りないガンバ、それをヴェルディ守る広永、林とのコンビ、まあ、若いコンビで中心を守っていることになります、またヴェルディカードが流した、水丸シュート、現在に当たる、これヴェルディもうまい攻撃してますよ、カードが中央に送る、ヘッドでクリア、トクラのシュート、トクラのシュートはゴールキックです、あの難しいところでしたけどもね、はい、後半もまもなく23分を迎えます、ヴェルディが2対1、1点差に詰められています、ヴェルディが攻め込んでいます、右サイドドニゼッチ、短いパスでドニゼッチの前にボールが出る、シュート当たった、ドニゼッチ右足のシュートはクロスバーの上を越えました、はい、ドリゼッチはあの右サイドやりやすそうですね、そうですか、はい、そういう意味では当たったのかもしれません、ドリゼッチのシュートはしかし強いシュートだったんですがクロスバーの上を越えました、最後はあの体のバランスは崩しましたね、はい、これまではブラックパンダー黒ひょうというイメージでしたが横のあたりそして後ろ縦髪のようになっていた実は付け毛だったということが分かったんですがそれを取りましたドリゼッチ、イメージが変わりました、やや先ほども雨が落ちてきた等々力競技場、今はまた上がっています、今日は有料入場者数18,858人、まあ、これまでを考えるともうちょっとたくさんのお客さんが詰めかけてほしいという気もします、その1万人以上のお客さんの前で2対1、1点差のゲームがこの後半行われています、ガンバの方また変わるみたいですね、選手変わりますか、13番、そうですね、松波が準備しています、松波が出てきますか、はい、そしてこれが松波ですね、あるいは誰に変わるか、そしてガンバが今フリーキックのチャンス正面です、ムラデナビッチ、これは大きく外れました、これあの蹴った瞬間ですね、はい、本人が分かってましたね、キックミスをしたと、はい、天を仰いでました、仰いでました、あくまで直接狙ったんでしょうね、そうですね、直接狙いましたね、はい、そしてここでガンバが選手を変えます、3人目の交代です、9番の山口俊博に代わってこの13番の松波正信、今シーズンは、まあ、3連続途中出場をここまで続けていました、放送席の斉藤さん、はい、今入りました松波選手なんですが4月の6日のサンフレッチェ戦で半年ぶりに出場して、はい、なんとVゴールを決めたんですがこのゴールが1年半ぶりの得点だったんですね、で去年の5月に右半月板の手術をしまして結局あのオリンピック代表メンバーの一次予選にも出れませんでした、はい、で松波選手は、まあ、このところ途中から、ね、出るということに関しては、僕の体力だと一番動けるんで、ね、いいんじゃないですかと、ただチャンスをちょっとずつくれているんで、ね、なんとかそろそろ先発出場もアピールしたいんですよと話していたんですがかなり首脳陣もこの松波が動ける松波勝ってるみたいですね、そうですか、その松波がこの時間帯から入ってきました、さあベルディがチャンス、スメイバーがクリア、一気に相手の最終ラインまで戻します、まあ、代わって入ったガンバの松波、はい、テントレアですからね、はい、まあ、監督の腕としてはですね、はい、松波に手を期待したんでしょうね、そしてベルディは北沢ですね、北沢がこれは入るんでしょうか、もうそうですね、上は脱いでますから準備できているようです、さあ選手が変わってきます、試合は行われています、クロスが入る、ドニゼッチには合いません、
ませんでしたね。ガンバのカウンター右サイドに。そうですね、こういう上がりですね。森岡が回っていました、はいはい、細かい森岡のボールタッチ、クロスが入るゴール前、ヘディングシュートが切ります。あ、最後裏での、いや、グラデノビッチですね、はい、ヘディングシュート。森岡いい上がりでしたね、ここでね、ドリブルで、まあ、完全に抜き切る前にですね、はい、センタリング中へ、はい、放送席の斉藤さん、はい、ベルディ側ですが、はい、8番の藤吉に代わって北澤が入るようです。はい、どうやら北澤は藤吉に代わって入るということになりました。どういうこれから布陣にするんでしょうか。まあ、ここはですね、はい、ドリゼチとカズの2トップ、はい、まあ、本来の形で戻すんじゃないですか。なるほど、ある意味で1点リードしてますから、はい、多少中盤を固めてですね、はい、守備的にしてもいいわけですよね、はい。まあ、今日のスタメンを外れたことに関しては自分の調子は悪いとは思っていないし、これまでの対戦も自分が影響しているとは思わない、まあ、話はしたけれどということを言ってました。カズのシュート、満を持して今日はこの時間帯から登場です。お互いにベンチが動き出しました。森岡とビスマルク、ビスマルクがボールを奪います。今入った北沢、あ、北沢元気ですよ、そして海保、もう一旦北沢へ、ビスマルク、あ、細かいボールタッチ、シュート当たった。最後は海保のシュート、コーナーキックです。バックに当たってますね、はい。カイコは93年、ブラジルがワールドユース選手権に優勝した時のメンバー、非常に高い技術スピードを持っています。特にあの相手と競り合った時にうまさといいますか、はい、強さがありますよね。ベルギーのコーナーキック、今競り合いで柱谷がファウルを犯しました。ここはコーナーキックのチャンス、ガンバはそのベルディの攻撃をしのぎました。あ、オーバーヘッドシュートを狙ったのかもしれません、まあ、ちょっと遅れてですね、はい、相手を蹴ってますからね、はい、キャプテンマークを左腕に巻いている柱谷哲司、今日は臀部の打撲もありましてラモス選手は欠場しています。スタメンを、そしてフォーメーションを変えて臨んだベルディ、1点差に詰められて北沢をピッチに送りました。北沢、まあ、日本代表としても数多くの経験があります。そういった意味では今日はこの途中からの出場、まあ、こう心にきつものが間違いなくあると思います。その北沢、ドリゼッチ前を向いた、サネオシがタッチにボールを出しました。今日はその今まで違う位置でプレーしたドニゼッチが小崎さんから見ると合ってると、右サイド、あの結構やりやすそうにやってますよね、はい。まあ、周りとの、 あの兼ね合いも徐々に良くなってますんで、はい、まあ、やりやすい感じじゃないですかね。そうですか。後半も30分を経過しました。ガンバが後半に1点を返して2対1。そのベルディがまた攻撃を続けています。北沢からビスマルク、ふわっと浮かしたボール一旦クリアします。ここにムラデラビッチ、カットしました。カイコ、まだベルディ、カズ反転する。あ、ムラデラビッチここまで戻ってますよ。最終ラインまで戻りましたね、はい。そして森岡は今右サイドでずっとプレーしてますか。そうですね、はい、右サイドのハーフの位置ですね、はい。7番森下がカイコにボールを取られました。この位置で取られると苦しいですよ、ガンバは、はい。カイコ、この辺の、ね、体の入れ方がうまいんですよ。カズと北沢コンビネーション合いませんでした。今日のベルディはですね、はい、あの展開といいますかパス回しが非常にスムーズですね、味方が欲しい時にあのパスが出てますので、はい、非常にこのやりやすいといいますかね、はい、いい感じでボールがつながってます。ほとんどその持ちすぎているようなケースというのはあまり見られませんね、はい。森岡、速いクロスを入れる。ディフェンダーに当たります。森岡が先ほどもあったように速いタイミングでクロスを送ろうとしましたが、これはディフェンダーに当たります。
フェンダーに当たりました。スローインは森下からツベイバ、ツベイバが今日は主に右サイドの最終ラインに入っています。リベロの宮本、そして実吉、得点を決めている平岡、はい、ここからですね。ロングボール、これは落ち着いてクリアできるか。途中から入った松並、体を入れます。スローインにしました。平岡を待ちます。ちょっと人が少ないですね。サポートが、さあ平岡縦に見てる、いいドリブルだ。バーサイドクロスが入る、ブラグルビッチ落とした、シュート打った、決めた。最後は森下、森下2試合連続のゴールは同点弾。いやーこれはやはり今日の第9節はここの払いは起こるんでしょうか。2対2の同点です。このね、センタリング上がって中でヘディングしましたね、でボールが落ちた位置がですね、はい、ガンバにとったら絶好の位置になりましたね。そうですね、ここで左サイド平岡ですね、このセンタリング高く上がってですね、これ菊池出れなかったんですよ、まあ、出れない位置なんですけどもね、はい、この落としたボールがねちょうどいい位置になりましたね、はい、あ今見ると林の足にも当たってますかね、最後のシュート。しかしねここでのあのボレーシュートはね、はい、ボールを叩きつけてますよね、はい、あの芝が濡れてますんで、はい、スリッピーでどん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 速くなるようなボールシュートになるわけですね、はい、ゴールキーパーにとっては非常に難しい、ちょっと取りにくいボールでしょ う、ね、叩きつけてますね。ワンバウンド目が非常に伸びるんですよ、はい、ここで、まあ、ムラデノビッチですね、はい、ヘディングをよく中に返しました、はい、何度見ても、まあ、ガンマにとっては見事なゴール、ベルディにとってはもうどうしようもないボール、しかし結果は2対2の同点に追いつきました。後半の32分、これ同点になりましたか、はい、ベルディが数が追っていきますが、いや試合はここからですね、はい、ここからとうとう振り出しに戻ってしまいました。ロングボールを送る松並、ゴールを決めた森下、森下は前節に続いて2試合連続のゴール、川が流して柱谷へ、カズ、そして徳良、カズも右の太ももにテーピングを巻いています。万全ではありません。カイコからビスマルク、オープンスペースにドリゼッチ、ドリゼッチに対してのファウルです。ここはね、ベリー取ったらチャンスですよ、はいはい、あの点を取った後のね、はい、時間帯というのはね、どちらもこのまた点を取るチャンスなんですね、はい、頑張り取ったら気をつけなきゃいけないところです、はい、注目しましょう。キッカーはビスマルク、ドニレッチがゴール正面、ドニレッチの後ろ誰も追っていきません。ドニレッチ今ディフェンダーがボールは生きてます、はい、残ってます。柱谷中を見る、グラウンダー北沢叩いた、カイコ中に入る、シュートだった、岡田がパンチング、これもカイコ、はい、うまいドリブルでコースを上げてシュートでしたね、はい、ここですね、北沢がカイコへ、いいパスですね、ここですね、はい、手の振りして中に入ります、完全にコースが来ましたね、はい、いや岡田のファインセーブですよ。しかしベルディチャンスが続きます。右サイド、コーナーキック、ニアサイドヘリングクリアです。3番の宮本、一旦場内のこの応援が静まりますが、すぐに再開されます。岡中隼人、今日は見事なセーブが2つありました。ドリゼッチ、木山のクリア、ベルディも攻めますね、必要に攻めますけど、ガンバの守りも堅いです、はい、何度も繰り返しますが、ガンバは3年間で J リーグベルディに対しては12戦全敗、わずかに得点6、しかし今日だけで2点を挙げました。現在同点、初勝利がなるのか。ベルディ、ね、はい、ベルディ、カイコとドリゼッチ、この辺は細かいところが好きですね、はい、あそうですか、必要に攻めてますね、はい、まあ、カイコを起用した理由でネルシニ監督、狭いスペースでそのフェイントあるいはあのドリブルができると、それを買ったということなんですが、それは生かされています。
ドリゼッチが倒される前にベルディにファウルです。これはねちょっとドリゼッチがですね、はい、相手を倒してしまいましたね、はい、選手たちの体をやや打つ雨足が強くなってきました。もう後半も37分。あーっといいボールですよ。森岡徳田に当たりました。コーナーキックですね、はい、今森下から森岡へ、はい、いい縦パスでしたね、はい、スペースへ相手の裏へ、はい、ここですね。こういうボールがね一番大事なんですよ、はい、相手の裏にということですね、はい、相手の裏に走る、はい、相手の裏にパスを出すということが一番効くんですね、はい、ガンバ後半最初のコーナーキック。森岡クロス、ヘリングクリア。走られたんですか。もうこの競争です。負けられません。8試合終わって8節終わって5勝3敗のベルディ。あ、今ドリゼッチも帰ってきましたね。ドリゼッチもこのセットプレー守りに入ります。森岡ゴール遠いところ、柱谷にクリア。小さい。しかしなんとか北澤大きくクリア。宮本から前線へ廣中がこれも大きくクリアします。カイコに対しての宮本のファウル。ベルディのフリーキックです。同点に追いついたガンバが今連続してのコーナーキックでチャンスをつかんだんですが逆転弾はなりません。かなり雨足強くなってきました。轟競技場コーナーキックですね、はい、前半の45分終わった時点ではこういう展開は予想ちょっとできなかったですね、あのガンバがですね、はい、後半になってからあのエンジンがかかったといいますかね、かなり激しく積極的に行くようになりましたね、はい、コーナーキックからのボールは後ろに大きく流れます。ガンバもディフェンダーが上がります。林ですね。フリーのビスマルク、これは余裕を持ってクリア。あっと森岡ハンドです、ね、ワンバウンド目が伸びるんですよ、はい、ボールがですね。本来ですと簡単に止めているはずがですね、はい、手に当たってしまいましたね、はい、広永開いているドリゼッチ。カイコ、カイコ縦に入る、流してドリゼッチ、もう一旦カイコ、柱谷ふわっと犯した、カズ、ビスマルクのシュートはクロスバーの上。これもガンバの選手に当たってますね。あ、コーナーキックですか、はい、ビスマルクもうーんというような表情が今ちらっと見えました。あのカイコがですね右サイドで盛んにこう狙ってますけども、はい、必ず一番、点を取りやすいところを狙ってダメな場合に他のパスをしてますね。あ、なるほど、はい、ヘディングシュートは柱谷に流れました。ジャストミートできませんでした。ヘディングシュートスローインですね、はい、後半もまもなく40分、依然として2対2の同点です。同点に追いつかれた王者の意地、ベルディ攻め込んでいった、そこにムラデノビッチがファウルはイエローカード。まあ、ビスマルクをですね、はい、ちょっとこう引っ張りましたね、はい、ヘイリースタート、左サイド出たオフサイドですね、はい、トクラにボールが渡った時にフラッグが上がりました。左サイドバックのトクラ健一郎、今日はまあベルディ4人のディフェンダーのうち実は3人が東院学園の先輩後輩というそういうディフェンダーです。これね一番端にいますよね、はい、ですからバックラインが本来見えますから、ええ、オフサイドにはかかんないようにしないといけませんね。あ、なるほど、ウイングの選手はですねよくオフサイドに勝ってはいけないというふうに言われるんですよ、はい、なぜなら自分のところからラインが見えますからね、はい、後半途中から入った北澤が今スライディングタックルでボールを出しました。中村スローイン、あっとグラダルビッチ、ゴール正面ボールを止める。左足のシュートをディフェンダーに当たる。あの強引さはグラダルビッチの良さですね。はい。さらに森下、開いている森岡。森岡。森岡対トクラです。森岡はオリンピック代表。さあどうする？また抜いた。縦に。また抜きですね。抜ける。中にまだ入る。クロス来た。シュート。バリに当たった。決めたシュート。ゴールに回った。決まった。決まった。松田だ。最後は松田。ここはあの右サイドですね、はい、森岡がうまいドリブルしましたね。頑張りましたね。2人抜きですよ、ゴールラインギリギリまで
でここですね、ここでね2人目を抜くんですよ森岡が、はい、さらに切り込んだのセンターに、これで1回ポストに当たりますね、はい、そしてこぼれ球、木山ゴールキーパー弾く、新口が弾いたところですね、はい、松並もう一度、あーこれは、スローは、出ませんが、松並後半の42分森岡の執念、意地から怒涛の攻め、逆転ゴール、さあガンバがベルディに対して公式戦初勝利を挙げるんでしょうか、もう後半の43分を時計を示しています。松並ですね、はい、まさか誰がこの展開を前半終わった時点で予想したでしょうか。後半3得点ガンバ、さあ森岡です、ロングボールを送る、松並落としたグラディアリッチ、ここは合わせません、ここは合わせません、まあ、当然でしょう、もうボールを繋いだ方がいいわけですからね、はい、藤監督の後ろ姿が今映りました。久世監督、はい、タッチライン際まで出てきてますよ。そうですね、気が気ではないでしょう、かなり大きな声を出して指示してましたね、はい、ベルディ、ドニゼッチが切り込んでいきました、コーナーキック、あーコーナーキック、ベルディボールです、はい、まだしかし、わずかに1点は分かりません、ベルディのセットプレー、カズの表情も曇ります、林が上がる、柱谷が上がる、広永が上がる、どこを狙う、遠いところ、松並クリア、そこからちょっとトランプ失敗、開いて柱谷ダイレクトで放り込む、カズだ、その前でクリア、さあガンバのカウンター、森岡、あまだ岡行く、岡行く、3対2です、3対2、ガンバの方が1人多い、右サイド、ムラドナビッチ、ちょっとボールが流れるか、ちょっとボールが流れるか、さあサイドにまだ松並がいます、ムラドナビッチが柱谷に向かっていきますね、はい、細かいペイントはコーナーキック、コーナーキックですか、ご覧のように手元の時計は44分50秒、まもなく45分を経過します、リードしているのはなんとガンバ大阪、ここは、はい、ヒルハウスが来ましたね、ショートコーナーですね、はい、そして村田のビッチへ左足でグラウンダーのクロスはカットします、ここからベルディはどうする、もう45分を後半経過しました、ロスタイムに入っています、ベルディがこのままガンバに敗れるのか、体を入れ替えたドリゼッチ、ここでファウル、フリーキックですね、はい、面白い位置のフリーキックです、早いスタートですよ、早いスタート、カイコシュート、岡田パンチ、岡田がよく防いでますね、再三の好セーブですよ、はい、そしてコーナーキック、はい、ベルディボールですね、介護です、後半から入った岡中が何度も好セーブ、低いボールクリア、後半は若干のロスタイムがあるかもしれません、あ久世監督も出てきてですね、はい、ここで終了のホイッスル、ガンバ勝ちました、なんということでしょう、前半リードしたのはベルディ、後半ガンバが松並の最後は逆転ゴールで3対2、この喜びようです、しかしすごい試合ですねこれは、まあ、ガンバの関係者選手の喜びようは当然ですね、これはね、ガンバの方は嬉しいでしょう、あここはスベイマですね、はい、いやしかしあの後半のガンバはよくやりましたよ、はい、そして途中から森岡を入れ、はい、松並を入れ、はい、当たりましたね、これはね、それとゴールキーパーの岡中ですね、あそうですね、はい、今日はねものすごい効いてました、はい、タイムセーブの連続でした、はい、いや見事に3人の選手交代がドンピシャリと当たりました、久世監督、ベルディの方はしかし思っても見ない展開になってしまいました、いやしかしこの松並ラッキーボーイですね、はい、放送席、その松並選手に来てもらいました。おめでとうございます。おめでとうございます。5年目にして初めてベルディに勝ちました。そうですね。だいぶ長かったですけど、勝ってよかったです。そして松並さんは怪我もあって、去年は思うようなシーズンじゃありませんでした。今シーズンはこれが2得点目、いずれも勝利につながってます。そう、でも自分の力だけじゃないんで、やっぱり周りの人が頑張ってくれて、
あそこまで運んでくれたんでね、最後は僕が決めるだけなんで、良かったと思います。決勝のゴールを決めて、しかもそれが初めての公式戦、ベルディの勝利、ベルディ戦の勝利、どうですか、今の味は。そうですね、あんま変わらないですよね。変わらない。やっぱ1点は1点なんで。さあ、ガンバこれで5勝4敗、勝ち越しました。そうですね、これこのまま連勝するように頑張りたいと思います。見事逆転勝利を呼びました松並選手でした。放送席どうぞ。3対2、最後の逆転のゴールを決めた松並選手、まあベルディ相手の初勝利でも1点は1点変わらないクールなことを、淡々としてましたね、そこがいいところですね。はい、怪我をして、そしてそれから復帰しての今シーズンですけど、これでかなりいい形でこれからもできるでしょうね。はい、決勝ゴールもですね、追いついていいゴールでしたよ。はい、対するベルディなんですが、前半はもう圧倒的に支配してましたね。はい、ちょっと、最後の逆転、これが最後ですね。はい、ここはね、森岡がよく入りましたよ。でこのシュートね、菊池が弾くんですね。はい、そこ右のアウトサイドで、はい、ゴールの空いてるところに押し込む、切り込みましたね。はい、もうこれは文句のつけようのないゴールですかね。あの位置でですね、落ち着いてました。はい、若い松並よく決めましたね。はい、それにしてもベルディ前半は圧倒的に支配、2対0で折り返して、まさか、やはりね、もう少しボールをキープ率といいますかね、はい、支配率を後半になっても保つべきだったでしょうね。あ、そうですか。何かこう中途半端な攻めになったと。はい、それとネルシュノ監督が言うようにですね、はい、もっともっとシュートを打った方がいいですね。はい、シュートを打って攻撃を終わると、はい、これが大事だと思います。今日もある程度数字の上ではシュート数があるにはあるわけなんですが、流れからいったらもっと打ってても、もっともっとですね。そうですか。浴びせるように打っていかないとですね、はい、ベルディのリズムといいますかね、はい、もっともっといいサッカーをしてもらいたいというファンの期待に応える意味でもですね、はい、大事なところだと思います。サポーターも悲しいのはよくわかります。試合前に上位3チームが敗れたのを聞いて、ネルシーヌ監督が、我々に有利な形になったと話していたんですが、それが活かせませんでしたね。いや、今日は J リーグすごい日になりましたね。そうですね。しかし逆にそれだからこそ、これから先にまた興味がつながるという感じもありますね。混戦といいますかね、はい、レベルも上がってます。はい、楽しみです。はい、これまで特に昨年は苦杯をなめたガンバですけれども、これでこの後のかなり期待できますかね。これからですね、また勢いと言いますかね、はい、いいムードになって、はい、またやってくれるでしょう。はい、J リーグ第9節、デーゲームで大きな波乱があってということでお伝えしたこのナイトゲーム、ベルディ対ガンバ、なんと3対2、最後はガンバが逆転勝ち。最初のカップ戦から含めてトータル5年目で初めて公式戦勝利を挙げました。轟陸上競技場、元日本代表フォワード小滝和夫さんの解説でお送りしていきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺で轟から失礼します。